お疲れ様です。まあ黄色いやつね、あれ出たてっていうか出る頃にはもう治ってるんじゃないかなっていうふうに私も思ってます。で、やっぱこう自然治癒力っていうのを高めておくっていうんですか、体がね、まあ風邪みたいな症状が出た時って最もその風邪を退治しようと思って体が動いていく時なんで熱は上がるはずなんですよ。だから熱が上がり始めたらラッキーと思わなければいけなくって、その熱をね冷まそうとしてはいけないのかなと。でもまあ脳は熱に弱いんで頭はね冷やした方がいいかなと思うんですよ。体はものすごくね温めてもいいと思いますけどね。そうやって体温を37度とか38度以上に高めておくと、まあ、体の免疫力ってのは上がるんじゃないかなというふうにね私も思ってるんですよ。でいろいろ試した結果、私の場合は暑い風呂に入ると治りやすいと、あともう一つは込み上げてくるものを全部外に出すことなんですよね。だからお風呂にいるっていうのはすごく都合よくって、込み上げてくるものをね全部そこら辺に出すことができますんでね。で私はそれでもう急回復するんですよ。でお水をしっかり飲んだりとかね、アイスクリームみたいなのを取ったりとかして、で栄養補給しながら水分も多めに取って、もっともっとね体の中から外に物が出るようにしていくっていうことをしてますね。まあポンプのようなっていうふうな私もね感触を覚えてるんですけども、それがいいのかなと。食べ物って食べると胃の方にエネルギーが集中するんですよ、消化に。だからあんまり良くないのかなっていうのと、消化もやっぱりこうそんなに活発に行われないので、なんかその体の回復にすごくね邪魔になるんじゃないかなと思って、まあお肉みたいなの食べなかったりね、炭水化物みたいなの取らなかったりとかするんで、私の場合はだから飲み物とアイスですよね、まあ、こういったコーラみたいなのをねここぞとばかり飲んで、それこそ砂糖過剰摂取みたいな感じなんですけども、そういったこととかもするかなっていうふうなところですかね。でいろいろ試した結果、私の場合はそれが最も回復に早いんでそういうふうにしてますけども、その分普段から砂糖の多いものを取らなかったりとかね、炭水化物を控えめにしたりとかっていうバランスを取ってるかなと思うんですよ。まあでもね本当に転ばぬ先の杖のまたその先の杖みたいなことをしてるんで、ちょっと体調悪いなみたいなことすらもないかなっていうところですね。だそれも普段から自然治癒力が高まっている状態なんで、いわゆる風邪って誰かからうつるんですよ。必ず風邪っていうのはウイルスとか細菌がどっかからうつって、それに抵抗力がない人がこう発症するみたいな形なんで、人に合わなければね風邪って引かないのかなと思うんですよ。まあそれに尽きるかなと、人に合わないことかなと。で人に会ったらいろいろと着替えたりとかね、お風呂に入ったりシャワー浴びたりとかして、とりあえずいつも清潔にしておくと。私の場合は部屋着と外に出るものって全く変えてるんですよね。で部屋の中で着るもの、寝巻きになってその布団の中で、寝るもの、寝室ってのは最も無菌状態に近いかなと思いますね。その服のまま絶対寝ないですし、布団はいつも清潔に干したりとかね、洗濯とかしてますんでね、だからそういうことを日常化すると体を壊すことってのは本当に極端に少なくなるかなってところです。あとあんまり冷蔵庫に物も食べなかったりとかね、食べないものももう2日とか3日経ったらもう割り切って全部捨てたりとかすると、そうすると自分の消化できる食事の量っていうのが決まってくるんで、購入するときにもう必要最小限を買うことになるんですよ。で余ったらどうするかってことも決まるんで、野菜が残ったらね細切れにしていつでもチャーハンできるように冷凍庫にしておくとかね、まあ、そんな感じしてるかな。自分のそのポジションをいつもそういうふうに基本動作に忠実にしておくってことなのかなというふうに思ったり思わなかったりですか。じゃあ今日も行ってみましょう。行ってらっしゃい。